吉田正隆、3打数1安打で、10試合連続安打をマーク打率276と、じわじわ上昇2試合連続で、グリーンモンスパー直撃も、MLB、レッドソックス、7-1ガーディアンズ、4月30日、日本時間5月1日、ボストン。レッドソックスの吉田正隆外野手が、5番 DH でスタメン出場し、3打数1安打で、チームの勝利に貢献した。 1> 第1打席は巨大なレフトフェンス、グリーンモンスターを直撃するツーベースとすると、その後は空振り三振、レフトフライ、死球。チームは中盤から効果的に得点を重ね、解消を収めた。流し打ってもしっかり飛ぶ吉田の打球がまた見られた。2回先頭打者として打席に入ると、2球目のストレートを無駄のないスイングでジャストミード。 左中間に飛んだ打球はグリーンモンスターの中ほどを直撃すると吉田は余裕を持って二塁にたどり着いたその後はヒットこそ生まれなかったが第四打席では相手投手が請球に苦しむところをじっくり見極めて死球6番アローよのタイムリーツーベースでダメ押しとなる7点目のホームを踏んだこれで吉田の今季打率は276に この試合を含め直近7試合でも26打数、11安打打率423と打ちまくっている。NPB のオリックス時代では毎年のように3割を打ち、通算でも327というハイアベレージを残したが、メジャーの各投手にも慣れてきたところで、どれだけヒットが量産できるか楽しみだ。